スティールシリーズより発売されているキーボード APEX 9 mini をレビューします。2つのアクチュエーションポイント、これはキーが押された時にどのタイミングで入力と判断されるかの接点のことです。これを切り替えられるオプティポイントという光学スイッチを搭載したキーボードです。光学なのでメカニカルと違って入力遅延がなくてレスポンスが早めなのが強み。スティールシリーズでのミニとは 60% サイズのことで、ゲーム用にコンパクトなフォームファクターとなっています。トータルのキーの数は65キー。ゲームするときにマウスがぶつかりにくくなるといったメリットがありますが、キーの数が減るためやや不便になるという側面もあります。 FN キー、このキーボードだと小さなスティールシリーズのロゴのキーですね。これを押すことで FN レイヤーという別のキー割り当てがされたレイヤーを呼び出せます。今これ色が変わったの分かりますかね。なのでデリートとか矢印のキーみたいなのは表に出てないんですけど、 FN レイヤーを駆使すれば使うことができます。このキーキャップの手前側を見るとね、 FN レイヤーのキーが書いてあるんですよ。例えば矢印キーは FN を押しながら WASD を押すことで使えます。まあ FN を押す手間が増えるんで、慣れと手間が必要っていうのはありますね。日本語配列の場合、エンターキーが大きくなっていて、スペースバーとかバックスペースが小型化しているのが特徴です。また右シフトが小さい、変換キーがあるなど。私は英語配列ばかり使っていたので珍しく感じてしまったんですけど、普段から日本語配列使っている人からすると特段説明することもない普通のことかもしれません。ゲーム向けキーボードは日本語配列がないことも多いので選べるのは嬉しいところ。重さは約 623g でした。コンパクトサイズですが、ほどほどの重量感で、底の滑り止めゴムもあって動きにくいです。戦闘機グレードのアルミニウムをトッププレートに使用していて、剛性と安定性は高め。ケースはプラスチックですね。背面にはスティールシリーズのロゴがプリントされています。ベゼルレスなのでスッキリした見た目をしていて、ライティングが漏れて綺麗に光ります。ブロワとかでささっと掃除しやすいのが地味にいいんです。キーボードって気づいたら髪の毛とかホコリとか溜まってますからね。猫とか飼ってたら特にありがたいかも。端子は USB-C です。汎用性があって助かります。左上に配置されているのでコイルケーブルなどを使ってもバランスの取れた見た目になります。プラスチックケースの四隅には滑り止めのゴムがついていますが、ここで最も特徴的なのは中央に位置するロゴのついたゴム板。実はこれめくれるようになっています。中にキーボードのシリアルとかの情報が載っていて、そこがごちゃごちゃせずにシンプルに見えるのがいいです。さらにキープライが同梱されていますが、個人的にはこのタイプあんまり好きじゃないんですよね。でもキーボードとセットにしちゃうのは面白いです。キープラー探さないでもキーボードひっくり返せばいいわけですからね。チルトスタンドは2段階で高さ調節が可能でした。このね、1段階がすごくちっちゃいんですよね。個人的にはね、この1段階だけ上げておくのが好きです。黒色の高品質な PBT ダブルショットキーキャップ、触り心地はちょっとざらつきがあって、 ABS と違って指紋汚れとかが目立ちにくいです。フォントは細めなタイプで透過されていてライティングで光ります。下に書いてある文字はね、透過されません。これは当然ちゃ当然なんですけど、キーをね、抜いてみればわかります。上側、つまり北側ですね。ここにしか LED がないので、下の文字を透過させても光らないわけです。試しに逆にキーをつけてみるとわかりやすいかもしれませんが、本来ね、透過されているはずのハテナの文字が全く光ってませんよね。これを元の正しい方向に戻してあげればまた光ります。裏面を見てみると、一般的な MX スタイルのプラススイッチに対応していることがわかります。キースイッチはオプティポイントという特注のガテロン式光学スイッチが搭載されています。メカニカルスイッチと違って金属接点ではなく、光で動作検知するため高速反応します。金属接点の場合、誤入力を避けるためにデバウンスタイムという入力遅延が設けられているんですけど、光の場合は必要なくなるため、その分高速化するわけです。オプティポイントの大きな特徴は光というだけではありません。接点をね、 1mm と 1.5mm で切り替えられるんです。1mm の方が浅いんですけど、それだけ早く入力を検知しますから、ゲームにおいて有利な効果を発揮します。つまり動きたいって思った時にすぐに反応してくれるんですけど、逆に反応が良すぎるためタイプミスが増えてしまいます。だからタイプミスを減らすためには 1.5mm の方がいいです。両者を切り替えると明らかに違いがわかります。ゲーミングモードは FN プラス O で 1mm、 タイピングモードは FN プラス I で 1.5mm に切り替わります。これはね、瞬時に切り替わるのでストレスフリーです。キーの2が光ったり消えたりしてるの分かりますか？1の場合だとゲーミングモードで、2の場合だとタイピングモードになります。どっちのキーがどっちか覚えるのがちょっとややこしいくらい。では打鍵音を聞いてみましょう。スッと押し込めるクリック感のないリニアタイプで、ホットスワップ対応なのでスイッチを手軽に分解できます。
中をルブして打鍵感とか音を滑らかにできるのが強みの一つです。あとはスティールシリーズが提供している他のキースイッチに換装できます。クリック感の有無とかオーカーツの違いがありますから、元々のリニアスイッチが軽すぎると感じた人はタクタイルとかに変更するのもありだと思います。一応表にまとめてみました。スイッチはクリッキー、リニア、タクタイルの3種類があって、クリック感はクリッキーだけあり、キーストロークはクリッキーとタクタイルが 4mm、 リニアが 3.2mm です。オーカーツはクリッキーとタクタイルが 55g とちょっと重くて、リニアが 35g と少し軽め。変更できるのは強みなんですけど、最初から選ばせてほしいっていう意見もあるのかなってぼんやりと思ってました。スタビライザーのついているキーをまんべんなく叩いてみた感じ、ワイヤーが曲がっている感じはなさそうでした。工場でルブされてるんですけど、かなりまばらっぽくて、スペースバーとか片方はしっかりルブされてるんですけど、もう片方はねお気持ち程度にしかついてませんでした。自分でねルブし直すのがおすすめです。ライティングはソフトで変更可能、スティールシリーズ GG というソフトのプリズムに対応しています。用意されているプリセットの数は豊富なので、いろんなライティングを楽しめるでしょう。押したキーが反応して色が変わるといったリアクティブエフェクトも搭載しています。ソフトではプロファイルの管理、マクロ作成、キーの割り当ての変更などが可能です。この FN レイヤーがね、メタバインドっていう名前になってるんだけど、これを自分なりにカスタマイズするのはいいと思います。最後に Apex Pro Mini との違いです。よくね比較対象に挙げられそうなのが、同社から発売されているフラッグシップ機の Apex Pro Mini。 私はねプロシリーズ触ったことないのでスペックシートでの比較になりますが、Apex Pro Mini は磁気センサースイッチを搭載しているので、接点を 0.2 ミリから 3.8 ミリで 0.1 ミリ単位での調整が可能です。レスポンスとしては高額のオプティポイントの方が早いらしいんですけど、接点の調整次第では Apex Pro Mini のオムニポイント 2.0 に軍配が上がるようです。Apex Pro Mini は今後のアップデートでラピッドトリガー機能に対応するという話のようです。これいつねラピッドトリガーに対応するかっていうのはまだ全く分かってないんですけど、そうするとね Apex 9 Mini とは明確な差が生まれますので、ぶっちゃけ高くても Apex Pro Mini を買う方が将来的なアドバンテージがでかいと思います。磁気センサーじゃないとねラピッドトリガーは使えませんからね。以上、スティールシリーズ Apex 9 Mini のレビューでした。 Apex Pro Mini がちょっと高いなと思った人にはナイスな代替案で、 1mm と 1.5mm の変更でも十分変化を感じます。全体的な品質の高さもあって、たくさんの人にとって満足できるキーボードだと思います。今は Apex 9 Mini を使っておいて、そのうちアップデートされたら Apex Pro Mini に乗り換えるというのもありだと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録といいねよろしくお願いします。